台無し。Baby
余裕ができました。もう一回やる？もう一回はできないかな。今日のね、生誕祭は外りも装飾も衣装も全部自分で考えさせていただいて、あの桜の木をね、立てていただきました。なんか揺れてる。そう、なんか花びらが揺れてる。すごいのよ。またね、なんか真っ白なキャンバスだからサロペットにしてもらったりとか、いろんなところに桜が散ってたりとか、あとなんか私はリボンちゃんというね、別名がねあるから、ちょっとリボンを背負ってみました。めっちゃ大きい。よかった。なんか学生当初から、あのミオが入ってからよくねリボンを結んでくれるので、みんなのリボンを結んでくれるので、そう、それでリボンちゃんって呼んだんだけど、実はあるんだよね。でも今日は桜がテーマということで、あの T シャツにもね、あのヒントとか散りばめて私は遊んでるんですけど、きっとね、あんま誰も気づいてないということで、この後答え合わせができたらいいなと思ってます。今日はね、たくさんピンクを見れたらいいなと思ってるので、楽しい思い出を一緒に作っていきましょう。Thank you.
Thank you.
ございます。ありがとうございます。AKB48 さんの桜の木になろうと、マネキンちゃんさんのタイムマシーンをユリナ・エマとカバーさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか私2人の生誕休止中で出れてなくて、なんか2人とも最後の生誕さんやりたいなっていうので、あの選ばせていただきました。素敵な、嬉しい。2人選んでくれてさ、嬉しい。老害たちが喜んじゃった。本当に今まではあずななにお願いすることが多かったんですけど、今回はやっぱ出れてないし、やっぱなんかね、2人も最後の生誕さんに言ってないで終わっちゃったから、一緒に最後迎えられたらいいなとかちょっと思って、ぴったりな曲にしてみました。で、ね、桜の木になろうは、やっぱ私はミオっていう名前でね、桜が入ってるので、なんかみんな、なんかさ、その白キャンがなくなることに対してすごい今寂しいって思ってると思うんですけど、私自体はずっといるよっていう、この世に存在するよっていうメッセージを伝えたくてこの曲を選びました。だからちょっと木とか立ててみちゃった。立ててみちゃった。あとね、 T シャツで1個あったんだよ。桜の木になろうの MV で私 T シャツ着てないわ。そこにね、桜の花びらがついてるんですよ、 MV に。あ、これ伏線なの。そうで、タイムマシンは君の瞳に瞳刺してるんですよ。だから、そういうこと。だからめっちゃ T シャツ見ればカバー曲が割り出せるっていうね。いや、私ね、でも毎年やったよ、それが。そうなんだ。そうそうそう。気づいた人いる？いないよね。それはまずい。でもね、すごい緊張してたんですけど、みんながあったかい目で見てくれて本当にありがたいなって思います。ちょっと一回水飲んだら。確かに飲みたい。飲んで。すみません、失礼します。ね、めっちゃ良かった、横から見たよ。なんか T シャツ、考察とかできたの？考察できたのね。アクエリです。水飲めないから。そう、水飲めないの。そうなの。じゃあね、あの毎年こうやってね、みんなのおかげで生誕祭ができてたんですけど、今年が最後ということで、でも今日はまだまだ終わらないのでね、最後まで全力でついてきてください。
とうございます。みんなすごいね。あの、一個さ、言い忘れちゃったの。私さ、おもてらしながらって自分で言ってるじゃん。だから、ラストはベレー帽かぶろうって思ってたことをみんなに伝えてる。かわいい。なに？なんか話しかけられたかも。でも、なんかさっき、あの、あずさがさ、よくあずゆり、みおゆりをさ、従えてさ、ありがとう、従えてさ、披露したりしてたじゃん。でもなんかみおがお姉さんに見えて、このえまゆりを従えてて従えてた。すごい大人っていうか、お姉ちゃんになったねって思って見てたよ。あれも思ったよ。え、そうなんだ。すげえ、みんなにママがバレちゃう。みんな振り返ってない、私を見て。ごめんごめんごめん。みおちみたいみんな。でもさ、なんかちょっと昔の衣装っぽいよね、みおの最初の。みんな前見て。ハッピーバースデー、ユーユー。ハッピーバースデー、みおみおちゃん。ハッピーバースデー、ユーユー。めっちゃ可愛い。世界で一番愛してるって書いてある。桜の木の下。かわいい。かわいい。ピンクが似合う。桜の木を見たのを思い出す。
座り方であの桜の下っぽい可愛い。え、可愛い。めっちゃいいじゃん。みんなも撮るなら今のうちかもしれない。大丈夫。カメ子が。Yeah.
まあ、今年で最後にはなるんですけど、本当にね、無事にこうしてみんなで生誕祭を迎えることができて本当に良かったです。本当にね、忙しい中時間とか調整してきてくれて本当にありがとうございました。で、私の生誕祭が終わったということは、はい、8月13日に11月の4日に幕張メッセ幕張イベントホールにてラストライブが決まっています。こうやってね、最後が増えていくのは本当に寂しいし、ラストライブまでね、時間がもうなくなってきたっていうのもめちゃくちゃ寂しいんですけど、こうやってあったかいファンの方のおかげで私たちはね、そういう最後の日を迎えることができるので、ぜひ皆さん来てくださると嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて今日は本当に